ネタ何情報ができる唇カサカサなんでやめてください。太陽のアレルギーばっかり言ってます。あとじゃあ俺がインスタのストーリーに太陽とリオのツーショット載せるんで、はい、くんタイちゃん、タイの兄貴、俺取材行ってると呼ばれてないけど、いいですよ、呼ばれてるんですよ、取材呼ばれてる、呼ばれてないけど、ちょ、何言ってるん、タイちゃん、綺麗にショートしてるんやって、こうやってあそこであんまり前向くっていうシーンがなかったので、ずっと出し手だったので、こうアンカーの選手とかセンターバックの選手がどうしたら出しやすいのかなっていうのを考えながらやるっていうのは、まあ新しい部分だったので、まあなんか河本さんとかにもいろいろこう工夫しながらやってたよって言われてましたけど、はい、ちょっとまだこう自分の中で手応えっていうのはあまりこうアンカーほどやっぱり感じれてないなっていう印象です。去年までアンカーやってたので、アンカーの方がやっぱりやりやすさはありますけど、どっちもできるようになりたいなっていうのは思ってたので、こう逆に去年なかなかこうアンカーから飛び出すシーンっていうか攻撃参加する回数は少なかったと思うので、そこもこうやりつつうまくもっと攻撃でこう違いっていうかアクセントをつけれたらなっていうふうには思ってます。インサイドハーフだったら、まあこう監督にも言われているようにポジションがまず落ちすぎず、こ うまくアンカーの選手をフリーにさせるポジションを取ることと、あとはこうもう少しゴール前に入っていく迫力だったりとかは自分に足りないっていうか、新しくチャレンジしているところなので、そこはやりつつもこうまず守備の強度とかプレッシングっていう部分は常に監督が言ってることなので、はい、その強さとかは球際の部分とかでこう、負けないというか、そこでボールを奪えるように明日の試合はもうやっていきたいと思います。ありがとうございます。終わり、はい、いや俺ナイス、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、はい、ありがとうございます。カメラ映ってるよ。今年のユニフォームどう？かっこいいっす。え、似合ってますか？どうの気？似合ってるよね。今年のユニフォームかっこいい。マジで。ちっちゃいな、ちょっとちっちゃい。体がごつくなった。体がごつくなった。サイズちっちゃい。ちっちゃいな。うん。こうだくんで、そういうの。何でも。もう来た来た。来た来た。多分しゃべるから。お腹いっぱいっすよ。もう3回目や。ちゃんだるい。じゃあ阿部選手、ポージング指導して帰ってくださいね。なんかポージングないですか？指導。いつも言いますよ。やっべえな。じゃあちょっと登録待ってるんで、行きましょう。はい。どこのスタンス？チェックで。カメラ見ます。で、はい、で、腕く。それで10秒カウントしていきますので、はい、10秒キープでお願いしますね。はい、はい、まず最初これで、はい、じゃあいきます、よーい、はい、はい、19、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、オーケー、はい、誰も、はい、バリケータどうやってやるの？今先でいいよ、もう今でいいですよ、もういいよ、いいよ、いいんじゃないですか、あ、いいよ、いいよ、いいよ、じゃあカメラ目線でこうしますか、いいよ、ちゃうだろ、絶対、はい、変わったやんで、それでちょっとバムね、そうそう、バム、声は発声しないけど、口だから、却下なんよ、さっきのはよーいすよ、却下なんよ、じゃあ、よーい、スタート、はい、オッケー、フリー、こっからフリー、やりたいこと、今シーズンも
マスコット総選挙が始まりました。今年もボルタ君に投票…え、なんだっけ、合ってる、合ってます、合ってます。今年もボルタ君に投票してください。よろしくお願いします。もう一回、今年も…今シーズンもマスコット総選挙が始まりました。はい、今年もマスコット総選挙が始まりました。今年もボルタ君に投票してください。よろしくお願いします。